はい、皆さん、こんにちはこんばんは、GK です。今日なんですけれども、今日はえ、フォーカスドプレイヤー第6弾登場時点でのお気に入りクラブ券を引くべきおすすめクラブ5000ということでね、はいやっていきたいと思います。まあ、限定がね、新たに登場するたびにやっておるこの企画なんですが、さあ、今回もね、フォーカスドプレイヤー第6弾豪華なね、選手たちが登場しましたということで、まあ、この企画ね、やっていくんですが、やっぱりね、ガラッとね、変わりましたね。はい。 まあ当然ね、金旗がね、出続けてるチームもあれば、結構単的、なんていうかな、まあ単体で見てね、まあ2つ限定出てるんですが、単体に見てすごく価値のある選手が出たチームがまた新たにね、出てきたりとか、というところで、だいぶね、え情勢が変わってるわけなんですが、果たして今回ね、このアイコニックとフォーカスドプレイ、第6弾のこの組み合わせで、果たしてどこが結構美味しいのかというところ、やっぱ気になる方ね、多いと思うんで、ぜひね、今日の動画を見て、え最終的にね、えその、なんていうかな、 まあ、悩んでる人はぜひね、これを見て決める人もいるだろうし、まあ自分のチームがね、上がってるのかどうかっていうところで、ちょっと気になってる人もいると思うんで、まあよかったらね、最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、ということでね、流れとしてはまず5チームね、まあこれ順番はね、正直関係ないです。もう単純に5チーム選ばせていただいて、で、あと勝つですね、えー、ちょっと5チームには入りにきれなかったんだけれども、まあおすすめできるようなクラブね、残り5 0ということで、 まあ、チーム名だけになると思いますが、ざっとね、紹介させていただけたらなと思います。よろしくお願いします。では、早速でありますか、第1チーム目から紹介していきましょう。では、まず、今回のね、フォーカストプレイヤー第6弾登場時点でのおすすめお気に入りクラブ。えー、まず1つ目のチーム見ていきましょう。こちらです。はい、ということで、ここまず、ヴィッセル神戸で、えー、おすすめしたいなと思います。 えー、ここね、おすすめ理由としては、まず限定ね、まあ。ここ2人が魅力的ですね。アイコニックがイニエス選手。で、えー、あとは、えー、今のフォーカスプレー第6弾が山口蛍選手。まあ、ここ両方ともね、えー、それぞれの限定の、ね、トップグレードねの選手たちが出てますということで、まあ、やっぱいいですね。はいまあ、これいい組み合わせだと思います。であとレギュラーにもね、当然狙い目選手が多数ですね。まあ、ここは85以上からね、見てみると、まあ、大迫選手、武藤選手、 まあ,あと、坂井豪徳選手、山口蛍選手あたりね。まあ、ここ、誰引いても正直当たりだからね。うん、すごくいいですね、印象ね。はい。あとは、まあ、それ以下でもね、ゆるき選手だったりとか、まあ、ここに名前挙げてない選手もね、多々いるわけなんですが、まあ、斎藤光樹選手、ちょっと怪我しちゃったけどね、まあ、斎藤光樹選手だったりとか、うん。まあね、そういったところ、まあ、前川選手だったりとかかな。うん、いろんな選手ね、まあ、いると思うんで。 そこら辺も含めて結構ね、狙い目の選手多いんじゃないかな。まあ、後半になるとね、グレードが上がってきそうな選手というのもね、中にはいるんじゃないかなというところで、ちょっとお勧めしやすいところもあるかなと思います。で、まあ、今年ね、神戸といえばすごくね、調子が良くて、まあ、おそらく後半レギュラーとかがね、出てきた時も、さらにね、まあ、引きやすいクラブになってるんじゃないかなと。まあ、要はね、前半の成績がね、だいぶ反映されて、まあ、当然ね、活躍してる選手のグレードが上がったりとか、まあ、してる部分がね、あると思うので、 まあそういったところを含めて、まあ後半シーズンもね、含めて、まあお勧めしやすいクラブかなと思いますので。で、あとはね、まあ、神戸といえばね、限定がやっぱ強いからね、基本的に。うん。まあね、今のね、リーグ順位、まあ当然今、周囲走ってるんで、まあそれもあるんですが、元々がね、そうじゃなくても結構強い選手出やすいチームなんで、まあそういうところを含めて結構やっぱお勧めしやすいかなと思います。なので、まあ例えばね、あのー、結構そのね、今、J クラ始めたての人とかは、ある程度決めた方がいいんですよね、お気に入りクラブって。 決めた方がいいんですけど、そのね、最初の決め打ちしやすいクラブの一つでもあると思うので、まあ、レギュラーからね、限定から、まあ、いろんなね、方面で収穫あると思いますので、まあ、ぜひね、狙ってみてはいかがかなと思います。まあ、個人的には、本当にその、年間引くってなっても、まあ、ナンバーワンかナンバーーかナンバー3ぐらいには入ってくるんじゃないかなぐらいのおすすめ度はありますので、ぜひね、あの、引いてみてください。まあ、特に限定強い時はね、おすすめなんで、まあ、今が結構いいタイミングかなと思います。 はい。じゃ続きまして、ここからは2チーム目紹介していきましょう。こちらです。はい。えー、ガンバ大阪ですね。ここも結構やっぱり最近ね、熱いチームの一つかなと思います。まず限定2人ね、ここは魅力的ですね。まあ今回もね、いい組み合わせでしたね。まあ予想通りの組み合わせと言っていいんでしょうか。はい。宇佐美選手とダワン選手。まあ僕はね、 まあ、ダワン選手はね、もうそろそろまあフォーカス来るかなというところで見立てが立ってたので、まあ前回のね、このお気に入りクラブのお話ししたときに、次もね、まあ引きやすいチームとして生上がるだろうなっていう話もちょっとしてたと思うんですが、まあ今回もね、はい、その予想通り来ましたので、まあ当然上がってくるかなと思います。まあウサ選手だったらね、まあウィング、うん、すごくね価値あるカードが出てますし、まあダワン選手だったらまあね、真ん中らへんね。のか、まあ右サイドバックでもワンチャンいけるんじゃないかなみたいなカードが出てるので、まあそういうところ含めて、まあ魅力的なカードが2人とも出てるかなと思います。 まあその環境的にもね、すごくね、まあ、結構トップクラスのカードだと思うんで、まあ、どっちが当たっても当たりだと思います。で、あと、まあレギュラー、ね、選手ね、まあ、レギュラー選手の狙い目が多数ということで、ここはね、まあ、先ほどの限定のね、宇佐美選手、ダワン選手入れてで、あと残りね、まあ谷選手ちょっと移籍したので省いてますが、三浦健太選手がね、出たりとか、まあ、それ85以下だと、まあ、黒川選手とかメシ選手、まあ、もっともっと先見るんだったら、ワンチャン TS とかで今後、僕は正直来るんじゃないかなと思ってる鈴木武蔵選手とかね。 そういったところ、半田選手とか、この前エクスペ来てましたけどね、今も来てるかな、エクスペの半田選手の餌集めとか、あとね、もうちょっと低いところ出たら山本選手とかね、山本由紀選手とか、あそこらへんもちょっと狙い目かなと思いますので、あとはちょっとどうなるか分かりませんけどね、杉山選手のレギュラーが出たりとかね、そういったところを含めて結構面白い選手たちがね揃ってると思いますので、狙ってみてはいかがかなと思います。レギュラーも面白いと思います。 まあ、とはいえですね、ガンバといえば、まあ、レギュラーがね、結構前半ね、あのー、開幕スタメンね、飾ってない選手で結構活躍してる選手が、まあ、多いチームでもあるんですよね、実はね。まあ、例で言うと、東口選手だったり、まあ、ファン・アラーノ選手だったり、まあ、あとね、ネタラビ選手だったり、ジェバリ選手だったりとか、まあ、そういったところを含めてですね。ということで、まあ、おそらくですけど、後半になると、あの、レギュラーの出る選手というのはガラッと変わる可能性があります。でむしろま、そっちの方が、ま、リアルにね、あの、活躍してる選手が出やすいので、 個人的にはね、そっちの方が環境はいいと思うんでね、後半シーズンになればなるほど引きやすいチームだと思うんで、これからが正直旬を迎えていくようなチームだと思うんですが、結構ね、今限定が、うん、まあここ2ヶ月ぐらいはね、だいぶ金畑球とか、まあ結構強い選手、まあ福岡選手もね、強かったからね、だいぶ強い選手で安定してるので、まあより引きやすくなってますが、後半シーズンもね、そういう意味では、まあおそらくその表彰系の限定とか入ってきたときに、まあそれこそトップスコアラ、トップアシストとかね、 まあそういったところを含めて、まだまだ期待できるね選手たちが出てくる可能性が十分にありますので、個人的には、そういう後半シーズンも含めてですね、後半シーズンになるとやりよりねあのレギュラーが整地されて、出てきやすい環境になるとすれば、今後もね結構引きやすい可能性が十分にあるチームだと思います。 ということで、ま、ここはね、ま、ちょっと今ね、レギュラー環境がね、どう、ま、見るか難しいとこでありますが、ま、あめっちゃ悪いとかじゃないんだけどね、ま、決して、ま、いいとは言えないような環境にはなってるので、なんともっていうところですが、ま、後半含めてね、ま、最近限定もね、結構暑いですからね、頑張ね。ま、この流れがちょっといつまで続くかわかりませんが、ま、まだまだ続く可能性ね、十分にあると思います。ま、三浦玄太選手の限定とかね、全然まだ出てないからね、ま、そういったところ含めて、ま、今後チャンスの可能性もね、十分にあると思うので、 ま、ぜひ、ここもね、まあ、年間通して今の時点でおすすめかと言われると、まあ、ちょっと普通ぐらいの評価になっちゃいますけど、まあ、後半シーズン次第かなと思うんで、はい、そこはぜひね、注目してみてください。まあ、現在はこの2人のね、限定、特に、ま、注目なんで、はい、狙ってみてほしいなと思います。はい、じゃ続きまして3チーム目見ていきましょう。こちらです。はい、えー、横浜 F ・マリノスですね。はい、ここもおすすめですね。 ということで見ていきたいんですが、ここのおすすめポイントはまずね、まあ、同じく限定2人がここも魅力的だというところですね。はいまあ、アイコニックの木田選手に、えー、フォーカス・ド・プレー第6弾の西村拓真選手となってますが、まあ、木田選手はね、結構今年限定多いんでね、はい、もう3個目ぐらいのね量限定になるんですが、まあ、ここもね、結構能力値からしてもね、最近の限定よりもちょっと良さそうだし、スキル構成もすごくいいんでね。 中盤の要として、クラチャンリーグどちらでも可能性がある選手なんで、ぜひ取ってほしいなというところと、西村高間選手はね、ドロップ系のね、結構いいシュートスキル持ってますし、スキルバランスも非常に良くて使いやすい。ウィングね、左ウィングでもいいし、トップ下シャドウでもいいし、あと CF でもいいしというね、結構幅広い活躍できそうなカードなので、そこら辺でね、興味ある方はねぜひね、狙ってほしいかなと思います。 であと、まあ、限定2人に加えてですね、これ、当然なんですけど、まあ、レギュラー狙いの選手がね、多数排出されてますと。で、グレード高いところで言うと、マイエベル選手、西村拓真選手、木田選手、水沼選手、まあ、ここら辺がグレード85以上で、まあ、下の方で言うと、アンデルソン・ロペス選手だったりとか、まあ、あと、とうと書いてますが、まあね、あと、畑中選手だったりとか、まあそう、渡辺康太選手だったりとか、角田選手とか、まあ、そういったところかな、特にね。 はい、まあ、注目だと思うので、まあ、結構まだまだね、あの後半シーズンとかもね、なんならグレード上がりそうな選手もね、グレード85以下に、えー、大量にいると思いますので、まあ、注目かなと思いますね。はいで後半もね、まあ、ここは引き続き、まあ、いい限定も多いだろうし、まあ、レギュラーもね、まあ、それなりにグレードはね、ちょっと変動はあるかもしれませんが、まあ、特にアンデルソン・ロペス選手あたりとかはね、ぐんと上がってきたりとかしてね、まあ、よりね、85以上で狙いやすくなる可能性もありますが、 まあでもね、まあ、グレード変動はあると思うんですが、まあ、変動してね、まあ、下にいった選手も上にいった選手も出てくるでしょうが総じ、まあ、てね、まあ、結構魅力ある選手がやっぱり多いですね。まあ、特に限定化とかされると本当に質のいい、ね、カードが出やすい選手が多数、ね、いるのがマリノスだと思うので、まあ、ここもまあ神戸とかと一緒なんですけど年間含めてね結構の引きやすいチームになってくると思います。 ので、まあ、ぜひね、ここも、まあ、今回もね、特にいい限定が出てるので、よりね、プッシュしている状況でありますが、まあ、例えばね、限定がそんなにね、まあ、例えばいい選手が出てない、いいカードが出てないってなった時も、まあ、結構引きやすいチームであると思います。引くメリットっていうのは結構大きいチームだと思うんで、まあ、ぜひね、年間通して引いたりとか、ある程度長期期間で引いたりとかもしやすいので、まあ、そういったね、始めたての人とかがもしこれを見てるんであれば、 まあそういったね、あの、最初にお気に入りクラブというのはね、固定して当然引いた方がいいですから、まあ、ここはマリノスで固定して引いてみるという手段もありだと思います。まあ、これからね、後半シーズンに向けて表彰系とか、まあ、それこそ青図とかね、そういったところを含めて、あの、結構ね、枚数とかも、去年だったらね、まあ、優勝した年だったんでね、それこそ、ま、青図とかもね、ほんと10人ぐらい出てましたからね、はい。まあ、今年はちょっとどれぐらい出るかわかりませんけど、うん。まあ、去年ほどではないかもしれないけれども、今年もね、結構しっかりと出そうな雰囲気あるので、 まあ優勝ししようががままままいが、うん、狙いい狙目かなと思います、まあ、まだね、主力選手でね、限定化されてない長門選手あたりとかもね、まあ、ちょっとどういったカードが出るか、もしかしたらワイドレンジクロスは持ちとかのね、いいカードが出たりとかするかもしれないんでね、まあ,ある意味これぐらい引っ張ってるのはその不石な可能性もあるんで、まあ今後もね、本当にね、どういった選手出るか注目しながら引けるチームだと思いますので、まあ、ぜひね、このタイミングでも引いてみても面白いと思うし、まあ今後長い間含めて引いてみるのもお勧すすめしたいなと思います。 はい。じゃあ続きまして、4チーム目見ていきましょう。こちらです。はい。えー、名古屋グランパスですね。はい。ここも強力なチームですが。まあ、まずね、えー、ここも紹介していきたいんですが、今、限定2人が魅力的ということで、これ、ランゲラック選手と泉選手ね。はい。まあ、2人とも、まあ、特にランゲラック選手の方はね、まあ、しっかりとスキル構成もしてて、まあ、ボナセ EP でありますが、リーグとかでもね、全然使えそうなカードで、 まあここが魅力的かなと思います。で泉選手もね、あの、評価動画見ていただいた方ならわかると思うんですが、結構高評価をね、僕自身つけたので、まあ、サイドハーフ、まあ、ちょっと守備面がね、若干、まあ、劣ってるところはね、まあ、どうしてもあると思いますが、まあ、それでも、うん、まあ、能力的にはですけどね、スキル的にはすごくバランスいいんで、まあ、ぜひサイドバックで、ね、特にね、攻撃面評価して使ってみると、これは面白いんじゃないかなと思います。で、あと、レギュラーの狙い目選手がやっぱり多数いるというのも、まあ、グランパスの魅力でもあるかなと思います。 まあここは代表的なところでいうとグレード高いところはランゲラック選手、稲垣選手、中谷選手で、一応マテウス選手もまだ出るんですけど、マテウス選手のレギュラーも結構強いからね、まあ、まだなんか更新したいなと思っている人はぜひね、狙ってみてください。であとは、まあそうですね、それ以下で言うと、ユンカー選手、藤井選手、まあ、あと永井選手とかね、まあ、森下選手だったりとか。うーん というところとかもね、結構、まあ魅力的な選手、あの、下の方にもね、揃ってますので、まあここもね、結構そういったところを見て狙いやすいところもあると思いますね。はい。ということで、まあね、広い範囲で狙い,狙い目がいるということで、ここもプッシュしやすい要因です。で、あとはまあ名古屋といえばね、結構森島選手が移籍したり、久保選手が移籍したりとかね、してきたりとかしてるので、あのー、そこら辺の選手がレギュラー化されるかどうかっていうのはちょっとまだわからないですが、 まあ、もしされた時っていうのは結構ね、まあ、その、ユンカ選手の活躍とかもあるんですけど、ね、グレードのね、85届いてない選手の活躍というのも結構見えるので、まあ、そこらへん、そこら辺の選手の変動とか含めて、結構ね、グレード動くと思うんですよね、ここもね。で、すごくまあ、その動いた結果、いい、ね、今よりもいい環境になる可能性が十分高いので、これはね、引き続きね、注目だと思いますね。はい。まあ、ここも、名古屋もね、結構、その主力がやっぱりね、安定してるっていうね、結構安心感あるチームなので、 まあ年間とか通して引きやすい。まあ特定の選手を強化しやすいというチームになってます。毎年だいたいそういったイメージあるので、まあ結構まあ長い目で見ても、ここもね、当然引きやすいチームとなってますし、まあここもそうなんですけど、まあそのね、まあ言ったらグランパスの中でグレード85以上の選手になる選手とかは結構ここもね、限定の質がいい可能性が高いです。はい。なので、まあ積極的にそういったところを含めても、まあ狙いやすいチームとなってますので、 まあここもね、今回だけに限らず、一応長期的にも、はい、狙いやすいチームとなってますので、まあ、ぜひね、あのー、まあ、ここも先ほどの、まあ、神戸とかマリノスとかと一緒ですけど、まあ、ぜひね、あの、年間とか通じて狙ってみても面白いんじゃないかなと、まあ、今後もある程度安定していくんじゃないかなと思います。 まあちょっとリーグ戦のね、不調とか続いてると思いますが、選手の評価がそんなにガタッと落ちることは多分ないと思うんで、そこはまあ大丈夫だと思いますが、まあ多少ちょっとね、これから後に出る限定とかにちょっと響いてくる可能性はないとは言えないんで、まあそこをどう見るかはちょっとね、えそのユーザー次第になると思うんでね。はい、そこはちょっと気をつけてほしいなと思います。はい、じゃあ最後5チーム目、紹介していきましょう。こちらです。はい、ここ FC 東京ですね。 はい。ここも、えー、中身見ていきますと、ま,あ、まず、限定2人が、ここも魅力的ですね。はい。アイコニックが森重選手、えー、フォーカス6段が渡辺龍馬選手となってます。まあ、森重選手はね、はい。スキル面、すごく安定したカードがね、アイコニック出まして、まあ、ここは、まあ、ボナセンピ p ながらも、リーグ面とかでもね、結構強そうな感じがするので、まあ、森重選手ではね、結構もう、J クラの中でも、まあ、ずっとね、ある程度、まあ、 えー、グレードも高いところで出てますし、まあ、限定の質度感も、ね、すごく高い選手だし、まあ、希少性も結構高い、ね、ポジションの選手なんで、まあ、価値は高いんでね、まあ、ここは結構狙ってる人多いんじゃないかなと思います。であと、渡辺龍馬選手もね、今年結構活躍素晴らしくてですね、まあ、評価されまして、まあ、ここもね、さっきの、まあえー、西村拓真選手とちょっと似たような感じかな、スキル構成全く一緒じゃなかったかな、確かドロップ、キラーパス、フェイントとかじなかったかな。 まあそんな感じでカード出てるんで、まあ、ウィングとかね、シャドウとかで、うん、結構ね、いい力発揮してくれそうなんで、はい、そういったところをね、結構狙ってる人はおすすめかなと思います。で、あとは、えー、ここもね、まあ、FC 東京レギュラーのね、選手、まあ、狙い目選手多数いまして、まあ、グレード高いところでいうと、アダ宇ウト選手だったり、小泉選手、マスオビク選手あたりにはなってますが、まあ、ちょっとアダ宇ウト選手ね、今年の成績ちょっと落としてるんで、グレード後半ちょっと心配ですが、今のね、現レギュラーのカードは結構強いですからね、ここも当然狙い目でしょう。 で、グレード85以下にもね、目を当ててみると、まあ、ディエゴ・オリベラ選手いたり、中、ね、中川選手いたりとか、まあ、そういったところ特にかな。まあ、この二人は特にちょっと強め。まあ、特にディエゴ・オリベラ選手は強めかなというところが見えますし、まあ、あと、松木選手とかもね、いたりとか、うん、まあ、カシフ選手がいたりとかね、はい。まあ、そういったところも注目度やっぱり高い選手たちなので、まあ、そういったところの選手たちを含めて、ここはね、狙い目かなと思います。なので、レギュラーもね、幅広いグレード狙いますね。はい。 ということで、まあ将来有望な選手とかね、まあ結構注目度高い選手とかが、まあ多い、まあこのね、FC 東京でもあるわけですが、まあ後半もね、ちょっとここはまあさっき言った通りにアダイト選手のグレードがちょっと落ちたりとか、まあしそうだなっていうところがあるので、グレード変動がね、だいぶありそうかなと、まあディーゴ・オリベラ選手がね、すごく高くなっていったりとか、そういう可能性もあるんで、中川選手とかね、渡辺龍馬選手もね、まあすごくね、上がっていったりとか、まあする可能性とかもあるので、うん、まあ軒並みちょっとガラッと動きそうかなっていうところですね。 まあ動いても動かなくても、まあね軒並み結構狙い目の選手いますし、まあ、特にねスオビク選手、ディエゴ・オリベラ選手あたりとか、結構後半の限定とかにもねすごく絡んできそうな雰囲気ありますので、はいここはまあそうね後半含めたらまあ限定とかで見るんだったら、このね外国籍の選手たちも注目ですし、まあ、今年ねまだ松木選手のね結構いい限定とかも来てないんで、まあ、そこらへんとかね、まあ、あと木本選手あたりとかもまだまだあるんじゃないかな、ワンチャンね。はい まあ、エンリケ選手あたりもね、まあ、結構グレードいいの来着てましたが、まあ、そこら辺のね、レギュラーとか含めて、ちょっとね、面白いチームかなと思います。なので、まあ、後半シーズンになるとね、今年の結構成績反映されたグレードになりますので、まあ、よりね、活躍した選手がレギュラーで排出されやすいし、まあ、グレードも評価されやすいので、まあ、そういったところを含めると、まあ、ちょっとね、なんか、面白い感じがしますね。はい。ということで、まあ、後半シーズンもね、引き続き楽しんで弾、えー、けるチームだと思うので、 まあ、レギュラーの、ね、質も結構高いんでね、そこ当てにして引いてもいいと思いますし、まあ、限定がよりいいとね、よりより引きやすくなってくるというチームなので、まあ、ここもね、結構思い入れとかがあるなら、年間引いても面白いですね。はい。まあ、森重選手とかがね、結構レギュラー化されるとね、まあ、面白いんですけどね、安定して結構いいカードが出てる選手なんでね、レギュラー出て、出てさえ来ればね、はい。ということで、まあ、そういうところを含めて、今後注目チームになるのかなと思います。まあ、幻覚をね、すごく引きやすいと思うので、ぜひね、引いてみてください。 はい。ということで、ここまでで5チーム、えー、紹介していきまして、今回のね、フォーカスドプレイヤー第6弾登場時点でのおすすめクラブの紹介がこれにて終了となります。で、当然ですね、まあ冒頭にも申し上げたんですけれども、ここまで、えー、名前が上がってないチームでもね、当然魅力的なチームはあります。まあ40チームあるんでね。はい。まあそのうちのね、また5チーム5チームね、あの紹介しても4分の1しか紹介してないことになるんですが、まあ、本当は全チームね、やりたいけどね、と言っときます。はい。<laughs> ということで、 えー、まあちょっとね、名前だけね、紹介になりますが、えー、ここの5チームに入らなかったけれども、他のね、その他おすすめクラブチームというのもね、えー、紹介していきたいと思います。では見ていきましょう、こちらです。はい、ということでおすすめクラブは、えー、ご覧の通りの5000、5チームとなるわけですが、まず清水ね。はい、ここはね、まあおすすめポイントはやっぱりゴンダ選手のシュートセーバーかな。うん。ここが、まあすごくね、注目として上がってくると、アイコニックの方ね。 はい、これはいいし、まあ、あと西澤選手がね、フォーカス・プレイは第6弾に出てるんですが、結構ウィングとして、左ウィングね、として、まあ、スキル構成はね、結構理想的なカードになってますので、まあ、そういったところを含めてあの、欲しい人はぜひね、狙ってみてください、まあ。レギュラーの質もそれなりにいいチームなんでね、まあ、そこも含めておすすめできます。であと、岡山ね、はい、ここはバイス選手のアイコニックが強いですね。はい、ここが、まあ、すごくおすすめポイントかなと思います。まあ、あとはレギュラーところ見てもね、まあ、柳選手だったりとか、まあ、当然、バイス選手とか。 もおすすめだし、まあ、他のの選選手手ももね、まあ、魅力的な選手もいるで、あと、横浜 FC ね。ここはね、アイコニックブローダーセン選手の、まあ、シュートセーバーがちょっと面白いかなというところで、えー、名前挙げてます。で、一応ね、最近外国籍の選手がね、軒並みグレード上げ,上げてきてるので、まあそういうところの選手たちも含めて、ちょっとレギュラーにない選手とかもいますが、うん。まあ、レギュラーあるところで言ったら、まあそうね、小川幸喜選手とかちょっと移籍しちゃったからね。 なんとも言えないところでありますが、まあ、後半はね、ちょっと面白い。結構あのー、今までグレード低かった選手がね、軒並み上がってくる可能性とかも含めると、ちょっと今後楽しみなチームかもしれません。で、次、柏レイソルね。はい。ここはね、結構守備強化になるかなというところですね。まずアイコニックの、えー、小賀選手ですかね。はい。と、えー、今のジエゴ選手。両方、まあ、サイドバックできますし、センターバックできるし、結構スキル構成もいいし、みたいな、まあ、そういったカードが出てますんで、守備強化には結構持ってこいかなと思います。 まあレギュラー含めてね、結構特に上の3人ね。まあ細川、あ、ちゃちゃ、細谷、細川って誰だいってね。細谷、えぇ、ー、サビオ、小賀選手。まあこの3人ね。はい。まあすごくね、面白い選手たち、ね、グレード85揃ってるんで、まあ二次切りは勝ちみたいな感じでね、けれどもいいと思います。であと、最後、裏はね。はい、ここはそうですね、アイコニックの、まあコウロキ選手も悪くないですし、まああとは、えぇ、ー、まあやっぱりホイブラテン選手かな。 はい、ここがフォーカス6段できましてすごくいいカードが出てるというところですね。で、あと、まあ、裏割てはといえばね、結構グレード上がりきってない選手もね、前半多い中で、まあ、伊藤敦樹選手だったりとかね、まあ、岩尾選手だったり、まあ、坂井宏樹選手もなんなら85以下とかね、結構85以下にもね、おすすめ選手がいる中で,で、85以上もね、まあ、結構面白い選手、まあ、西川選手、まあ、ショルツ選手、で、ちょっとモーベルギー選手ね、移籍しちゃいましたけど、うん。 まあそういったところを含めてレギュラーからもね、狙えると思うので、ぜひ狙ってみてはいかがかなと思います。はい、ということで、えー、こちらがおすすめクラブと、その他おすすめクラブなので、ぜひね、ここら辺もケアして狙ってみてください。ということで、えー、今回のね、えー、動画は以上となりまして、えー、フォーカス・ド・プレイ第6弾登場時点でのおすすめのお気に入りクラブね、 引く時のチームでですすねねクラブです、ね、ということで、えー、紹介していきました、まあ。ぜひね、迷ってる方ね、いたら、えー、このね、動画を参考に、どうでね、あのー、狙うのかというのを決めてみても面白いと思うし、まあ、最初ね、言った通りね、初めたての人は結構ね、固定して引いた方がいいんですよね。で、固定して引くとなると、どこだというところのね、になってくるときもあるんですが、結構上位クラブがおすすめかなと思います。まあ、今の J1 の上位クラブ、J2 の上位クラブっていうのは結構やっぱり、 ね、いい限定とかも、まあ限定とかも含めていい評価を受けやすいので、まあ、個人的にはそこを見てね、決めるのもいいだろうし、まあある程度名門クラブとかだと別に年度またいだりとかしても結構弾きやすい環境続く可能性高いんでね、まあそういうところも含めてぜひね、選んでみても面白いのかなと思います。はい、ということでじゃあ今回の動画はこちらで以上となります。ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。バイバイ。